アラブ世界反アラブ主義とは、中東における国家を超えたアラブ民族の連帯を目指す思想運動。パンアラブ主義、アラブ民族主義とも言う。起源は第一次世界大戦期、ヨーロッパ列強による植民地支配やオスマン帝国の支配にこうして起こった民族自決運動の一つである。この時期にイギリスに支援されたアラブ反乱が起き、1940年代に シリアで反アラブ主義のバース党が結成される。理論的には、社会主義にアラブ独自の民族主義が混ぜ合わされたものである。バース党政権の場合、人民民主主義を憲法で掲げ、党内で同志と呼び合い、初期長が強い権限を持つといった、ソ連型社会主義と共通するところが多い。宗教との関わり合いは曖昧なものがあり、これが、 イスラーム主義との摩擦を生む原因となる。また、権力闘争やイスラエルの建国といった現実の問題も反アラブ主義の浸透を困難なものに変えた。後述のアラブ連合共和国では、エジプト・シリアの政治統合すなわち、建国直後から、権力闘争が勃発し、官僚、軍人において、エジプト出身者とシリア出身者の争いが生じた。この内紛は、 エジプト側の勝利に見えたが、ハーフィズ・アル・アサド率いるシリア出身の軍人グループによってクーデターが発生。シリアがアラブ連合から離脱独立する形で同連合は崩壊した。イラクとシリアのバース島では熾烈な権力闘争が巻き起こり、そこにスンナ派、シーア派といった現地の既存の宗派間対立が入り込んできた。こうした現実的、 近主眼的な内部構想が頻発したことにより、アラブ社会全体からは必ずしも支持が得られず、特にシリアではスンナ派はこうした反アラブ主義に反発することとなった。そして早々期にイスラエル建国が重なったことにより、反アラブ主義は民族運動から反イスラエル闘争へ変質する。このことによって一時は思想が先鋭化するものの、それは 対イスラエル関連のみであった。このため、理論化、整合の時間が得られず、特に経済、宗教問題は、ほとんどなおざりになってしまった。さらに、イスラエルにこうした反アラブ主義のアラブ諸国が敗北を重ねるという事態も、民衆が反アラブ主義に幻滅し、離れていく原因となった。しかし、反アラブ主義が消滅したというわけではなく、反アラブ主義者による、 政治団体は現在でも各地で活動しており、アラブ連盟等を通じてアラブ諸国の連帯が模索されている。一方でアラブ民族の優越が強調され、アラブ人ではない少数派民族が迫害や政治的に礼遇されることになった。事実、シリア、イラクではクルド人に対して弾圧、大量虐殺が起き、リビアやチュニジアでは ベルベル人が権利を抑圧され、一民族として認められず、ベルベル語の使用も制限されている。第二次世界大戦後は、エジプトのナーセル大統領が、ソ連の援助によって反アラブ主義を積極的に推し進め、エジプトシリア間にアラブ連合共和国を成立させたが、連合は長続きはしなかった。アラブ諸国で反アラブ主義路線を取った国は他に、リビア、チュニジア、モロッコなどがある。 ナーセル大統領のアラブ連合共和国の実験が失敗に終わった後は、反アラブ主義は、反帝国主義運動時代に持っていた熱気は冷めている傾向にある。しかし現在でも、依然、反アラブ主義的心情へ訴えかけ続けているのは、パレスチナ問題であろう。1969年クーデターで王政を打倒して、リビアアラブ共和国を樹立したムアンマル・アル・カッザーフィーは、ナーセルに、 大きな影響を受けており、反アラブ主義にのっとった合併をエジプト及びシリアに呼びかけ、1972年3月にはエジプトリビアシリアの3カ国で国民投票が行われその成立が支持された。エジプトはさらに踏み込んだ統合を求めたが、リビアやシリアは完全な合併には賛成せず、国旗などの象徴的な統合にとどまった。 連邦は1972年7月1日に成立したが、1977年11月に、エジプト大統領のアン・ワルアイコール・サーがイスラエルを訪問し、イスラエルとの協調路線に舵を切ったため、シリアやリビアの反発を招き同年には解体した。なお、アラブ共和国連邦設立時に採用された赤、白、黒の反アラブ色に、 金色の暗い種族の鷹という統一国旗は連邦解体に伴い、リビアが国旗を緑一式に変えたことを皮切りに、シリアは1980年に、エジプトは1984年にこの国旗の使用をやめた。近年、対外的に反アラブ主義を全面に掲げ、欧米、イスラエルとの対決姿勢を崩さなかったのは、イラクのサッダーム。 フセイン大統領が率いるバース等政権であった。この政権は2003年アメリカのブッシュ大統領によるイラク戦争に敗北し、とうとう政権は解体し、サッターム及び政権幹部は拘束後、処刑や禁固刑に処された。現在もなおイラクの反アラブ主義政権の中立的な歴史的評価は定まっていない。なお、職業的なマスコミでさえしばしば誤解。 もしくは極解と受け止められる報道をするが、民族運動である反アラブ主義と宗教運動であるイスラーム主義、さらにはイスラーム、原理主義は時と場合によっては対立する概念である。反アラブ主義においては、イスラム教はアラブ民族の誇る宗教文化の一つとされるが政治へのイスラム教の介入は寄付された。このことはキリスト教と ユダヤ教徒等の非イスラム教徒アラブ人が反アラブ主義に参加している大きな理由である。また、シリアのハーフィズアル・アサド大統領の出身であるイスラム教アラウィ派のようにイスラム主流社会たるスンニ派やシーア派から差別された少数派であっても参加することができる大きな理由となった。しかし、これは明確な主張というよりは無心論を訴える。 共産主義と既存の民族主義の妥協の産物といえるものであった。アラブ諸国においてソビエト式の厳密なマルクスレーニン主義体制をとった国は過去には旧南イエメン人民共和国しか存在していない。なお、これに対して旧北イエメンは王政が倒された後になセルに強い影響を受けた反アラブ主義国家が誕生しており統一されるまで アラブ社会独特の南北問題が存在していたことになる。このため、現実には宗教と政治を分離する名分に乏しく、伝統的に宗教の力が強いアラブにおいて、発生した反アラブ主義は、政教分離に成功していないとされる。シリアでは1973年に、ハーフィズ・アル・アサド大統領が、レバノンのシーア・ハイスラーム指導者、ムーザ・サドルから、 アラウィーハワシーア派の文化であるとのファトワーを引き出した。このようにイスラームとの距離の置き方は成立以来の懸念材料であった。それでも、真剣を第一とするイスラーム主義にとっては、イスラームを表面的、形式的とはいえ減退させる反アラブ主義とは対立せざるを得ない。エジプト、シリア等では、早くからムスリム同胞団等による爆弾テロや妖人誘拐、 暗殺が起こり、シリアに至っては、その報復に無関係の多数の一般市民を巻き込んだ弾圧に乗り出した。1982年、シリアの大都市の一つでスンニ派社会の中心であったハマーで、ムスリム同胞団による反政府暴動が発生し、当時のシリア大統領、ハーフィズ・アル・アサドは、大統領親衛隊、特殊部隊、空軍を動員して、これを強行に鎮圧。 ムスリム同胞団ばかりでなく、一般市民の多くが逮捕、拷問、処刑され、歴史的建造物やモスクを含む、ハマ街そのものが、砲撃や爆撃で破壊されるという大弾圧を行った。イランのイスラム革命の直後に起こったイラン・イラク戦争は、この対立が具現化したものである。このほか表面的、欧米的な見方ではあるが、 反アラブ主義の社会主義的側面を捉えて、アラブ独自の左翼、民族主義的側面を捉えて、右翼と捉える指揮者もいる。また、アルカアイダ系のイスラム過激派は反アラブ主義に強硬に反対しており、アメリカのブッシュ政権がイラク戦争前に主張したサッタームフセイン政権とアルカイーダが協力関係にあるとの見解は、反アラブ主義に基づいた反欧米、反イスラエルと、 イスラーム主義に基づいた反欧米、反イスラエルを混同した最たるものである。ありがとうございます。